宮崎交通宮高、バスカ空港、バスカ空港バスカは、宮崎交通の路線バスで使用できた IC カード式、乗車カードである。2002年10月1日運用開始、2016年3月31日をもって運用終了した。宮崎交通の商標登録である。長距離バスでも宮高、バスカが使えた IC カード乗車券としては早期に当たる2002年に開始。 バス専用カードとしては初めてサイバネ企画に準じた IC カードとなっていて将来の鉄道 IC カードとの共通利用も視野に入れていたいずれの IC カードとも相互利用は実施されていなかったが宮崎交通一社でほぼ全県をカバーしていることもあって宮崎県内では普及を見せ発行枚数は2015年5月現在で約19万枚利用率は 宮崎都市圏で約8割、全体で約6割となっていた。乗車運賃の10%を乗車ポイントとして蓄積、次の運賃チャージ時にバス利用のバリューに変換させることで、回数検事の割引率を維持していたが、原油価格高騰による燃料費の上昇等に伴い、2008年4月から3%付与に変更した。この方式では、 自社バス乗車時にのみ乗車ポイントが付与されたので将来の共通利用時に普通運賃での生産が可能になりかつ回数券と同等の割引率を維持できたこのほか乗り継ぎ割引サービス往復割引サービスも適用され実用化に至ってはいないが乗り換えても投資キロで運賃を計算できる直通運賃の適用も可能なプログラムになっていた 宮崎交通の一般路線と、県内高速路線全路線のほか延岡熊本間の、阿蘇高千穂号でも利用できた。過去には、宮崎鹿児島間の、浜融号でも使用できたが、2010年12月20日から、新たに、南国交通との2社共同運行となったことにより、この路線においては使用中止となった。また、同一県内路線である宮崎延岡間の、 ひむか号においても JR 九州バスとの2社共同運行であるため使用不可となっていた。また乗車運賃の1%をサービスポイントとして貯めるマイレージプログラムもバス会社としては初めて採用したが2012年3月31日をもって取扱いを終了した。サービスポイントは定期乗車券の運賃にも適用することができた。 2004年11月からはサービスポイントを ANA のマイルに変換するサービスを ANA 宮崎就行宮崎交通総代理店50周年記念で開始したが2008年3月31日をもって提携を終了している。また記念バスカードとして ANA のマイレージクラブ機能に電子マネーエディまで搭載した AMC エデミアコを、 バスカも1万枚限定発行した。2015年11月14日より、全国総合利用と電子マネーに対応させるため、宮をバスカに代わり、ニモカを導入することになった。これにより2016年3月31日をもって、宮幸、バスカは廃止。廃止されるまで、約半年間は、ニモカと、宮幸、バスカのどちらでも利用ができる状態であった。 宮崎県内の路線バスは、宮を一社で、ほとんどカバーされていたため、ほぼ全県のバスで利用できた。宮をバスカを含め、ストアードフェア部分に、現金チャージすることができた。チャージは1000円単位となる。バス車内は1000円、3000円、5000円のみ。ただし、1万円の車内チャージは5000円で2回などの、対応は可能。1回の乗車につき、 乗車時と降車時の各1回それぞれのカードリーダーに触れることで運賃額を引き去っていた。定期券機能で区間外に乗り越した場合も SF 部分で自動生産できた。日本第466万5369号及び第46万53007中号 ANA マイレージクラブ宮崎交通 NH マスマイレージエディ機能の一体化カード発行宮崎交通時計トラベルビジョン2004年10月26日 http www.myankoh.co.jp スラッシュニューススラッシュ imgs スラッシュ a5%cb%a5% e 2 a 5 a b a 5 e a a 5 e a a パーセン1 b c a 5 b 9 2 0 1 5 6 1 2 a 2 a 8 b 5 d c b a e a b 8ン 2%C4%CC%CD%CD%A1% DA%C0%B5%A1%DB PDF にもか平成27年秋喧嘩一斉サービス開始。宮崎交通株式会社にもか2015年6月12日。ありがとうございます。